また、経済の持続可能性ということを考えた場合に、アベノミクス、大きな成果を上がりましたが、基本的に財政出動と金融政策、この2つを中心に政策を進めてきた、この成果を上げてきた、こういった評価がありました。ただ今、この金融政策においても、ゼロどころかマイナス金利まで掘り下げてしまう。また、財政出動も今回の新型コロナウイルスとの戦いによって、より大きな財政出動が求められている。こういったことを考えますと、もちろん金融政策、財政政策、これはですね、もう市場に織り込み済みですから、この今の基本的な方針をいきなり変えるわけにはいきませんが、これらと合わせて、アベノミクス3本やと言われた成長戦略、これに本格的に取り組まなければいけないというのが、このように思います。